出てる？まだ出てない。はい、これです。皆さんこんばんは。電波は電波大丈夫ですか？大丈夫ですか？聞こえますか？あ、でもちゃんと見えてそう。僕たち、ルネ、会いに来ました。え、今回のタイトルなんだっけ？夏の子？夏の子です。はい、まあ、最近は寒くなってきたから、俺らもう夏の時生まれたから、夏の子、そう、こう、ルネ、皆さん温めようっていう、そうっていう回です。はい、ジュライズじゃなくて、今は夏の子です。何これ？あの、タイトルに、はい、髪切ってるって言われてますよ。後ろで結んでるの？切れないっす。ちょっと今の後ろ髪長すぎて。はい、こうやって。おお。オレンスロッタ、オレンスロッタってどうですか？僕は後ろ髪なかったらこうなりますよ。首なんかめちゃ細くなってない？なんかすっきりした感じ。なんか昔そう。ちょっとやだな。ちょっとやだ。まあ今日練習さっき終わって、そう来ました。はい、今はまだ練習のスタディオにいます。はい、まあ確かに何を話す、まあまあ最近忙しいね。いろいろやってきたから。わあ、試算式、授賞式、授賞式、試算式。わあ、フィリピンも行ってきたし。フィリピンどうだった？わあ、どんな感じだったっけ。でもやっぱり AAA がなんか目の前でアーティストさんたちが見てるから、なんか緊張した。確かに確かに、やばい、やばかったね。あの、テンションもやばかった、うん、マジで、ファンの方々、マジでテンションやばかったですよ。めっちゃ、なんか応援してくださって、わぁ、めっちゃ感動しました。僕たちもあまり外国行ったことなくて、今回フィリピン初じゃない？初です。日本と韓国、米国じゃない。だからコラボもやって、そう、そしてなんだっけ、エスピナイティンさんもマジでみんな優しくて、あの練習した時マジでめっちゃ雰囲気が良くて、あのなんだっけ、初めて会うんですけど、あ、めっちゃでもすぐなんか仲良くなった気が、そういう雰囲気になった。ダンサーさんもそうテンションがもうすごくて、なんか一心同体みたいな。そうそう、ずっとなんか舞台しながらなんか目合ってこうやって、イエーイ、ザーみたいな。そうそう、マジで楽しかった。楽しかった。みんなどうですか、僕たちのゲント？結構たくさん見てくださって、そう、ああそうだ、ああそうだ、賞もらいましたね。マジでどう話すればいいか分からなかった。僕もなんか全然分かんなくて、感動はでもしましたね。俺ずっと予想してた、あのそういうのあるんじゃない。なんか俺らいつか賞もらったらどうなろうかなと思ったら、俺なんか泣いちゃいそうと思ったけど、でも逆に泣かなかった。なんか、あー、確かに、なんか気持ちが複雑で、うん、なんかまあなんかリオじゃなかった。あー、そう、確かに現実的じゃない。うん、
ありがとう、ルネの皆さんのおかげです。これからももっと頑張ります。頑張ります。おめでとう、ありがとうございます。サラマポー、サラマポー、マハルキタ、マハルキタ、マハルキタ、どう、オポ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 か、オポ、スンディボー、スンディボー、スンディボー、わかんないです、スンディボーじゃない、スンディボー、どう、なんかある毎週、はい、でも、はあ、楽しかったな。まあまあ、あ、まあまあ、ちょっと多分、ごめんなさい。まあ、なんかだっけ、KBS も終わったし。ああ、そうだ、 KBS も終わったし、まあまあ、KBS、 まあ、一応、うん、KBS も楽しかったね。KBS も KBS、 ああそうだ、なんだっけあのスペシャルステージね。そうそしてもスカット、スカット、そう、俺の衣装、そう、俺の衣装スカットで、すごい、うん、正直ちょっと恥ずかしかった。でもめちゃ頑張りました。なんかかっこよかったけど、マジあのドロップキックの時、あのドロップキックの時、あのジョーのパターンあるやん、俺やな、こうやって、ああ、あのターンの時めちゃ綺麗にスカットみたいに回ってるから、みんなめちゃキャプチャーして、あのコメントした。ああ、皆さん大丈夫でしたか僕のスカット。でもあの、なんだっけ、ジョジョのレッドカーペットの衣装、あれですか、マジでめっちゃ似合った。本当ですか、やばかった、マジでモデルさんみたい。なんか最近ロングコートが多くて、いや、マジで似合う、私服そろそろ変えてみようかなと、ロングコートに、やば、だから冬が終わったらまた楽なのに戻るなんで、なんで、なんで、時期おしゃれな時期なんで、でも、絶対似合う、あの、空港ファッション、あの時、あの、青いジャケット、マジでめちゃ似合った。なんだっけ、あの、なんか、海、青い、みたいな、あの、ちょっと、あ、水色、水色の、そう、ジャケ、なんで自分が覚えてないの、まあ、いいけど、あれもめっちゃ似合った。ジョジョ、あの、服めっちゃモテるけど、でも着るのは何個しかない。楽なのを選んで着てます。いや、いや、ああ、これなんだ、極力か、すいません。ああ、そしてなんだっけ、 CDTV、 ああそっか、あのランダンクの時も一回やったんですけど、やったんだけど、あのスペシャルバージョン、そう、ローナンティングスペシャルバージョン、イントロダンスレイク、わあ、どう、なんでなんでなんで、いやちょっとあれはよく死んだそうです。ああ、確かに。おー、センター。センターダンスフリーク。うん、めっちゃ良かったよ。本当ですか？そう。思った。なんか、最近、ジョジョ、ちょっと上手くなりすぎ。ちょっと。いやいや。欲しみ強すぎ。いや、欲しみもあります。でも、まあ、ジョジョは、これはジョジョのいいところ。めっちゃ練習してマジでめっちゃ上手くなったまだまだです。まあ次ジョジョのソロダンスブレイクが、でも、まあ、絶対できるよ、できると思う。ちょっと頑張ります。自信だっけ、僕
あそこ好きで、出て出て。でも、え、皆さん知ってますか？あの僕と KO のソロダンスブレイクはあの自分で作りました。はい。ちょっと足を。ちょっと足。あの、あ、フリーインターね、フリー。俺も、あの、フリーあんまり作ったことないから、ちょっと、なんか、シンプルになんか作って、なんか、一旦顔、あ、自分の、あの、なんか、うまくできる、なんか、表情とか。そういうのうまく。そういうのをうまく見せるように、なんか、作って、でも、もうちょっと、なんか、ちゃんとダンス見せ、ダンスの、実力を見せる振りが作れたらいいなと思ったけど、ああちょっと、はい、最近いろいろ出てるね。最近、ああの全然おかしい、あのマキ、あ。あの TikTok マジで、マジであの動画大好きですよ、僕は。いやあれは神動画ですね。マジで、ジンジャーブシ、みんなマジでもういろいろアイディア考えてジンジャーブシ撮ったら嬉しいです。あれはもう、あの時すごい、もう雪で、雪なんてないじゃないですか、うん、もうめっちゃ、あの撮影してるのが、あの裏でK君だったんですけど、うん、それで4人でめっちゃ雪で、あの斜面滑って遊んだりしてて、そのテンションのまま、多分誰だろう、 K 君かな、うん、が思いついてやろうってなって、あマジで天才好き、やばいね、あれマキの、あの使い方がやばかった、あの顔、マジであの顔、でも意外とあの日寒くなかったね、うん、意外と大丈夫でしたね。そう、あの雪降ってるけど、みんなのか、あ、皆さんもずっと言われてるけど、あのジョジョの、あの今やってる、あの中国語教えるちっちゃい教室みたい、あ、はい、そうジョジョも一緒にやってほしいってずっと言われてる。あ、本当ですか。そしたら 今来てみるよ、あの皆さんになんか教え、あの俺からそう教えてもらいたい、あの中国あったら、え、中国にいつかあのツアーとかでもしかしたら機会があった時に絶対に忘れちゃいけない、うん、大事なやつなんだ。あ、でもなんか、あの聞いたことある話だと、外国で何も分かんなかったら、なんか何も分かんない人がこれ何っていうのを覚えただけでめっちゃすごくなったみたいな、聞きました。どういうこと？なんか何も分かんない、例えばこれが分かんなかったら、うん、これ何って中国これなんですか、ジャシンさんも、ジャシンさんもって言ったら単語教えてくれるじゃないですか、うん、これは、うん、ジェシーさん、水、水、これで覚えられるみたいな、ああそういうことか。それでなんか全部マスターした人がいるみたいな、あ、聞きながらちょっとあの生活しながら、はい、あ、勉強するの、そして今覚えました。まあ俺かずっとみんなの、ジェシーさん、おお、すごいな、でも覚えてるの、ジャシーさんも、ああでも俺もマジで直後もと勉強しないと教えない。どうするんですか。もう最近俺もちょっとあの皆さん言われてるけど、なんか日本語の直後みたい、あの、なんだっけ、グラマー、グラマーなんだっけ、文法なんだっけ、グラマーって違う、あのグラマーじゃない、あの順番あるよ、順番、そう、あの、あ、文章の文法、あ、文法、そう、文法、俺も最近の文法は日本語になってるから、なんか、普通に大家好とかルネムって言えばいいのに、でも俺ずっとルネの大家
って言ってるから、逆そう、日本語なルネの皆さんやって言って言ってるから、俺もルネのダジャって言っちゃってるから、なんかあのおかしい、マジでごめんなさい皆さん、まだ勉強しないと、頑張りましょう、一緒に頑張りましょう。うわ、気に読めなくなった。ゴドハマ。おお、ゴドハマ。ルネ、ゴドハマ。ルネムン、ゴドハマ。ルネムン、ゴドハマ。最近ゴドハマ。最近ブ。最近ブ。最近。最近。最近は最近。あ、最近ゴドハマ。うん。有没有什么希望我教他的中文？ yeah. 確かにツアーも待ってますね。ね。ツアー。あ、ツアーマジで。あ、スポーしちゃうわ。スポーしちゃうぞ。で皆さん楽しみにしてください。期待してください。僕はめっちゃ期待しているパフォーマンスある。一つ。絶対あそこじゃないですか、あれ、あそこじゃない、あの、あれ、あれ、そう、ジョジョのパート一番安心してる、ちょっと頑張ります、ちょっとずつ準備しながら、そしてね、なんだっけ、 1X、 ね、WXBeatAX、あの、あさって、BeatAX、BeatAX、BeatAX、さん、会える、ね、わあ、じゃあ、そろそろ、ショータイム。早い、もうちょっと、もうちょっと話そう。じゃあもう最後に聞けないでやりますか、ね、何スクショ、今は話しましょう。オッケーオッケー。あ、そんなチャレンジだよね、みんなやり、みんなでやりたいな、去年で、でもずっと最近時間がなくて、本当にあの約束したいけど、でも僕たちもなんか取れる時間、そう、時間がなくて、頑張ります。ポブランコ、ニム。あ、マジで話したかった、あの、はい、フィリピンの時、はい、ポブランコさんと会いました。僕は大好きな歌手、毎日来ているんですけど、挨拶して写真撮りました、僕たちのアルバム出して、中日とこのメッセージ入っていて、はい、アルバム出したいんですけど、そして本当にプログラマーさんめっちゃ優しくて、ずっと僕の名前覚えてくださって、めっちゃ嬉しかったです。本当にずっとあのもっと頑張って、いつかあの一緒に舞台できるように頑張りたいと思います。このニコラス君のおかげで、え、この曲かっこよって言って、そこからめっちゃ聴きました。ということで、どこって、まあ時間がなくて、ごめんねみんな。でも、そうそう、それじゃあ、タイムセグバイ。あげしぐしたい。どうしよう。ジュライズだから、これしよう。セブン。セブン、そう。セブンデイズウィークのセブン。ちょっと待って。ファー、シックスメン。夏、夏、夏。あ、あ、じゃあこれにしようか。夏、あ、太陽、そう、太陽。はい、はい、皆さん暑くなってますか、暖くなってますか。で、okay、 最高。そして最後、何これ、風、OK。
はい、はい、わーいや、わーごめんなさい。またすぐに会いに行くので、ちょっと待っててください。はい、明後日会う方は明後日会いましょう。はい、たくさんイベントあるのでまた、はい、僕たちもウィーバースのコメント間にたくさんやりますので、はい、ありがとうございます。 See you. Bye bye, one.